男性が喘ぐのって女性的にはどうですか、わざとでも声出した方がいいですかといただきました。わっちは大好きです。相手がアンアン言ってくれると非常にこう自分でね、あのわっちで気持ちよくなってくれてるんだなというのが感じられるので、わっちは大好きです。ありがとうございます。でも別に無理して出さなくていいです。なんかその、うん、無理して出すっていうよりもちょっとなんか、あー気持ちとかなんかそういうなんか感想が漏れちゃったみたいな感じで 言われた時にわっちゃよっしゃーってなります。おいーってなります。やったぜーってなります。でも人によってはまあその相手はねこう黙ってついてほしいっていう人もいないことはないので、だからこそわっちがお伝えしたいのは、良かれと思って無理して声を出すとその相手が声出されるのちょっとなんか嫌だなって思うタイプだった時にこれ損じゃないですか。だから声が出る人はそのまま出せばいいと思う。それであの相手が声出してくれる人嬉しいってなるんだったらそれ相性がいいってことじゃないですか。で、まあ結局さ、じゃあその喘ぎ声なんていうの？あの、出すのがいい、出さない方がいいって言っても、まあね、なかなか芯にはつかみづらい。もちろん、わっちゃその何事もコミュニケーションですよ。お話し合いしてみてくださいっていつも言ってはいますけど、ただ、まあそれで全て解決するとはもちろん思っていなくて、世の中、なんだかんだ、なんか言いにくいなっていうのでやり過ごしたりとか、なんかめんどくさいからそうだよって言ってやり過ごしたりとかすることってあるじゃないですか。だから、まあ、ある程度はその痛いとかどうとかっていうのはもちろんお口で話した方がいいかなって思うんですけど、なんかその辺のもうそれは性癖じゃないですか。そのわっちのあ気持ちって言われた時にイエーイってなるっていうのはこれはもう性癖の話なんで、もうこればっかりはね合うかどうかだと思います。だから無理して声を出す必要はないとわっちは思います。あなたが出ちゃうんだったら出せばいいと思うし、それで相手がわっちみたいにイエーイってなるタイプだったらラッキーだし、うん、っていうことなので、あんまりこうなんだろうな、うん、良かれと思って自分が普段やらなすぎることをやるのは後々しんどくなるんで、そうじゃなくていいんじゃないかなって思います。